はい、皆さん、こんにちは。ラーナです。で、今日の動画ですね、久しぶりの、リモートコラボ動画になりまして、今日のゲストですね、たべさんです。はい、こんにちは。こんにちは。はい、そしたらですね、とりあえず簡単でいいので、自己紹介、お願いします。今日皆さん、たべやです。今は23歳です。去年まで日本に住んでいました。なるほどですね。日本って結構長かったですか？どれぐらい住んでましたか？まあ、4年ぐらいでした。4年ですね。で、今23歳っていうことで、まあだから19歳、結構まあ若い頃に日本に引っ越してると思うんですけど、この元々日本に来た理由っていうか、きっかけっていうなんかあります？まあ私、10歳ぐらい漫画を読む始まりましたとか、その後は日本のファッションと日本の文化とても好きになったとか、いつも私の夢は日本に行きたいと思ったんだから、学校の卒業後はお父さんと一緒に日本に旅行しましたんだから、わあ、この時に日本にいるのはすごい面白いな国と思いましたとか、もうまあ多分住みたいと思ったんだから、1ヶ月後にまあ引っ越し、日本に引っ越ししました。行動力やばくないですか？初めて旅行に行って、この初めての旅行の1ヶ月後に引っ越すって感じですか？そうですね。すごいですね。で、最初はやっぱり日本語学校とかですか？最初は、まあ、ワーキングハリデーのビザで来ました。なんか旅行したいとか、もうもちろん仕事は大切だから、仕事やるともういいと思ったんだけど、まあ、半年やと、はコロナが始まりましたから、日本語の学校に行きました。じゃあこれからですね、ちょっとテーマに入りたいと思います。で、今日は4年も長く日本に暮らしてて、自分の国ドイツに戻って、この日本のこういうところが恋しいとか、やっぱり日本で良かったとか、なんか今日はそういう話ができればと思います。どうですか？なんかありそうですか？そういうのは。最初、日本食と、とてもドイツは日本食の店あまりないんだから、時々ラーメンのレストランの見たんだけど、それはすごく高い値段が、このラーメンはなんか2000円ぐらい、高い。日本ってラーメン大体1000円いかないんですよね。そう2000円はちょっと、めっちゃ高い。だから、そう、そのラーメンとか最近とても食べたいと、まあ焼肉食べたいと思います。私、肉めっちゃ好きだからと、美味しいんだけど、いつも友達と一緒に行きます、食べに行きました。まあイベントみたい、誕生日とか、まあパーティー。パーティーすごくなんか楽しいと思います。自分で作るのは面白い。なんかみんなが一緒に集まって、こうワイワイしながら、自分で作るのはなんか雰囲気とか、なんか焼肉への雰囲気とか好きっていう感じですか？そう。なるほど。で、先ほど、そう、ドイツで、まあ和食の店そんなにないんですけど、たまに見かけるっていうお話で、で、これってやっぱり食べに行くと、日本とお味が違うですか？そうと思いますね。まあ、ここは多分ドイツ人がこの店のオーナーだから、ドイツの味ちょっと入ってると思います。まあでも美味しいんだけど、日本はもうちょっと美味しいと思います。うん、そう、うちはちょうど昨日東京ですごい寒かったので、私もラーメン食べに行ったんですけど、やっぱりなんか寒い時期になると、こうラーメンとか、なんかスープがあるものだから、鍋とかなんかすごいよく食べるんですけど、どうですか？私もうなんか普通のスープだけ、チキンスープだけ、チキンスープだけ悲しいな食べ物だけど、まあ私も昨日は鍋食べたいと思った。ああ、なるほどですね。じゃあそうしたら、他にもなんかこう日本で恋しいって思ったものあります？まあこの便利の店、なんかコンビニとドンキホーテはとても便利だから。いや、なんか確かにコンビニが便利っていう、まあ外国の方はすごいみんなが多く言ってるんですけど、ドンキホーテが良かった、あんまり聞いたことがなくて超面白いと思います。何が良かったですか、ドンキホーテって？
タロキシフトはいつもオープン、なんか24時間と毎日オープンだから、それ便利し、全部のものある。なんか私シャンプー買いたい、なんで朝の1時ぐらいシャンプー買いたいと思う、だからドン・キホーテに行ってそれ買うできるとか、東京に来ました、引っ越ししました時にもう本当に新しいアパートに入って全部のものはドン・キホーテとかダイソーに買ったとか、すごく便利と思う。日本だとそうドン・キホーテだったりとかホームセンターだったりとか全部一つのところで、うん、あの揃えることできるんですけど、ドイツはどうですか、その辺は。あ、ドイツはこの店がない、もちろんスーパーが通る時料理作るものがありますけど、なんかキッチンのものこの店で買って、バースルームのものこの店で買って、いつも他の店にいたのと全然便利じゃないと。あ、なるほどですね。もう買うとしてもすごいいろんなところに行かないといけないから、まあ、時間と、まあ、手間がかかるって感じですか。そう。あと物価に関して質問ですけど、こう日本のドン・キホーテって、まあ、結構安いものを揃ってるじゃないですか。でドイツで買い物するんだったらやっぱり日本と物価が違うんですか。で、まあ、もちろんドイツと日本がなんか高い店あるんだけど、うん、多分日本ではなんかダイソーと100円ショップがありますから、それはお金がない人でとても便利だと思うんだから。でも100円ショップってすごいですよね。な、ね、ドン・キホーテほどではないんですけど、でもそれにしてもなんか100円なのにいろんなものが置いてありますね。そう、それとってもなんかサプライズしました。なんか、これ100円、これも100円だけ、すごいなんかダイソーが大好きで、ね、そうそう毎日なんかお土産とかも最近売ってるみたいだから、すごいなんか国に帰るときに例えば友達にお土産買いたくても、もう本当に高いものじゃなくてダイソーで100円だけでいろいろ買い揃うこともできますね。なるほど。いや、私も帰る前に全部なんかいっぱいダイソー物で買って、今新しいのアパートに入ってるとお箸とか全部ダイソーのものが持ってきました。ああ、なるほどなるほど。先ほど日本で、まあ、4年も暮らしてたっていうことなんですけど、なんかこの4年の間に旅行とかしたりしましたか。あ、ちょっと旅行しました。なんか、仙台と京都と大阪と、なんか最近は沖縄にいた。おー、沖縄ですか。そう、本当にすごいなんか夢みたいと思った。もちろ ん, なんか Google とネットでこのビーチとこの海見たんだけど、本当なんか沖縄にいた、わあこの海が本当と思った。本当すごい、これ初めてこういう感じ見た、とても楽しいんだった。こう日本って、まあ、例えば東京、今の時期だったら寒いし、沖縄に行けばちょっと暖かいし、で北海道に行けばさらにものすごく寒くなるんですけど、ドイツってこの辺はどうですか。ドイツはなんか南とその違うじゃない、いつも同じと思いますけど、まあ夏はどこでも暑い。日本は本当に全然違うと思う。なんか北海道と沖縄がなんか他の国みたいだから、それは多分日本で初めて見た、とても面白いと思います。このなんか北海道から沖縄までどこでも違うな文化があると思いますから。そう、私が聞いた、まあ、ただただ噂の話なんですけど、まあ、本当かどうかわからないんですけど、ドイツの方ってすごい、あの、時間を守ってるっていう話を聞いてて、日本人もすごいみんなきっちり時間守ってるんですけど、これって実際にそうですか？そう、多分この人はここ、まあ、若い人あまり時間守らないと思いますけど、多分私だけ友達で私だけ時間守るんだけど、まあドイツはなんか電車はあまり時間合わないとか、多分20分ぐらい20分遅くになる。はい、多分30分この遅くになる。だから、まあ、時間守るはちょっとできない。もう仕事遅くになるとか、学校も遅い。電車のせいで。なるほどですね。え、で、なんか、
例えば日本の場合って、天気が悪いとか、なんか事故が起きたから電車が遅れるんですけど、はい、ドイツは別にそんなに、まあ理由がある時もあるだろうけど、誰も理由がわからない。いつも、なんかサインで20分の送りますか書いてんだけど、理由が書いていないだから誰も知らない。多分、なんか、それで写真を撮って、仕事と学校に行って、この写真を見たら大丈夫だけど、まあ、毎日は良くない。いやでも大変ですよね。一週間ぐらい毎日仕事にパソコンに。嘘！電車のため、そう、電車のせいで。ちょっと怒られますね、そういうのは。あ、そう、まあ大丈夫、みんなはわかるんだけど、面白い。毎日朝の6時に起きて、でもこの電車が来ない、ちょっと。まあ、時間がもったいないですもんね。そう、電車多分もうちょっと横になるといいと思います。あ、なるほどね。はい、あとですね、聞きたい、もう一つ聞きたいのは、なんか近いうちに日本来る予定ってあります？そうですね、まあ多分来年来ると思います。私の友達なんかもう一回会いたいと、いや、まあ多分もう私北海道に行きたいだから、多分次の旅行に北海道も行きたいと思う。なるほどですよね。日本に戻ったら一番最初にやりたいことは何ですか？多分友達と会って、それでまあ一緒にカラオケに行こう。カラオケ？カラオケと焼肉。カラオケと焼肉。カラオケって結構上手ですか？よく歌います？全然上手じゃないんだけど、まあ楽しい。楽しい？カラオケがもうドイツもあまりない。最近は新しいのお店があって、これでちょっとカラオケができるんだけど、すごく高い限りだから、まあ日本のはの方がまあ安いと思います。いや、いつもなんかドイツの友達と一緒にドイツ語の歌を歌いました。ラムシュタインとか。そう昔流行ってました。でもあれ結構なんか叫ぶ感じじゃないですか？なんか全然できない全然できないだけど、こういう言うから面白いと思う。はい、皆さん、今日の動画はこんな感じでした。いかがでしょうか？いや、私も今日本当にいろんな面白い話を聞いてすごい良かったと思います。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。